皆さんこんにちは、クレポンです。アンナです。いつもアップルスタイルをご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、ついに出ました。はい、うちのクトラからじゃん、新商品、イエーイこれです。はい、はーい、 AC アダプターを出しました。ついにです。時間かかったね、これめちゃくちゃ時間かかった、はい、ただね、私たちのこだわりポイントがたくさん詰まった充電アダプターです。まあ、はい、ケーブルはね、以前も出してて、それと一緒に出したかったんだけれども、うんうん、ちょっといろいろこだわりポイントがあってここまで伸びてしまったんですが、ぜひ今回はね、ちょっとこちらの商品のご紹介と、うんうん、ちょっとセールのお知らせを、はいはい、していきたいと思います。早速ご紹介します。はい、これを開けていきましょう。はい、まずパッケージからね、このちょっとね、こだわりがそうなんですよ、はい、ございまして、こんな感じでおしゃれな、はい、パッケージ、はい、発行ですね。私たちのこのクトラっていうブランド自体の、うん、まあ、ベースカラーとしては白とブラック、うん、まあ、このね、うん、ロゴの色なんだけれども、うん、今までその色味を前面に押し出してパッケージって作ってなかったよね、うん、作ってなかった。なので今回はちょっとそれを取り入れまして、はい、でマット調なね、はい、そうです、はい、はい、紙の素材にしてます。はい、じゃあ開けていきますね。はい、脱プラもしたかったからね。そうですね、しっかりした紙のパッケージにしてます。はい、まあ、ちょっと中は、はい、中はね、あれだけど、うん、ごめんなさい、そうなんだけど同梱品はもうこの本体とこの説明書だけです。はい、ちっちゃくない？めちゃめちゃちっちゃいです。はい、こんな外観ですね。クトラのロゴがこっちと、うん、こっちについてます、はいはい、でここコンセントだね、うん、折りたたみ式の、はい、90度曲げれます、はい、こういう感じでね、うん、はい、でここにですね2ポート、はいはい、USB-A とタイプ C のポートがあります。はい、33W、はい、最大出力が 33W です。はい、なんかね、素材的にはね、うん、サラサラしたマット感、うんうん、あのシルキータッチと同じ感じのこのサラサラ感、あ、そうだね、をちょっと目指した、うん、はいはい、でこの色味、うん、まあ、ホワイトなんだけど、うん、ちょっとアップルさんの色味っぽいような感じの、はいはい、あの、はい、この子たちね、あ、そうです、そうです、はい、の色味をね、これと比較すると明らかだね、うんうん、こっちあの、うん、テカってる、テカってるのがアップルさん、はい、でこっちはねマットな感じ、うん、サラサラした感じですね、はい、重さ、うん、なんだけど本当に軽くって、そう、これ私が持ち運びしやすいように作った商品なんでアンナさんの、はい、はい、もう重さは大事です、はい、いつもの測り78g。 これ PD も対応だし、 33W だし、うん、あとね、チッカカリウム、カリウム、はい、うん、ガンですね、はい、はい、ガンの採用をしています。ガンが何がいいかっていうと、うん、結構こうアダプターってやっぱ発熱、熱くなってしまったりとかして、うん、でそれってまあ本当に体感的にも嫌な感じなんだけど、うん、実際にこう電力のこう効率的にもあまりよろしくないんだよね、うん、でそれをなるべく発熱を抑えて効率的に電力を供給する、うん、でかつこのコンパクトさを出すにもこのガンって、うん、あの採用するのってすごいいいんだよね。なのでそういったところにもちょっとこだわりました。で 33W あると何がいいかっていうと、ノートパソコンも、あ、充電できるよね、はい、うん、MacBook だったら Air とかだったらね、そうそうそう、全然対応できるな、うん、で C だからもう全然これで対応ができるっていうのもいいね、はい、ポイントです、はい、他はね、まあ、ここ2つ、うん、2ポートつけてるから、うん、複数台いろんな端末持ってても、うん、2台同時充電が、はい、はい、できたりとか、 EC 限定だけどもちろん PD 対応、 あとね、うん、ちょっと1個こだわりポイントなんだけど、うん、このコンセントのところ、うんうん、ここにね絶縁カバーがついてて、ホコリとかがついてても火災をね予防してくれるみたい、うん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 、こんな感じ。アップルのはね、はい、ないからね、そうだね、ちょっと細かいところをこだわってます、うん、うちのね、はい、このクトラのもう出してるケーブルとすごいいい感じに、はい、いや、いいね、マッチするように作りまして、こんな感じです。はい、やっと揃ったね、やっと揃ったやっと本体来た、長かったじゃあこの小型のね
はい、サイズ感っていうのがちょっと私たち手ちっちゃいから、はい、分かりづらいかもしれないので、そう、私の手だとこんな感じなんだけど分かんないと思うので、はい、いろいろで比較していきたいと思います。これはね結構皆さんの家にあるんじゃない。プルさんの純正の 5W のアダプターね、はいはい、なかなかもう最近使わないけどちょっと大きいぐらいかな、こんな感じ。はい、で大きさこんな感じね。で USB-A ね、こんな感じです。懐かしいな。懐かしいね。でその次のこれかな、 20W のその急速充電ができるタイプ、うん、はい、こんな感じですね、うん、厚みは、はい、こんな感じかな。だって普段だったらだからこれとこれを持ち歩かないといけなかったんだよ ね、 そうなんだよね。コンセント2つ ね、 つなね使っちゃうから、これがこれだってだよね。そう、1つにまとまっちゃったでしかもうまく調節してね、うん、そうだね、あの電力流してくれるから、 PPS とかね、うん、はい、過充電にもなりにくいという、はい、アップル製品つながりで言うと AirPods かわいいやつこれ前ね紹介したよね AirPods なんだけど、うんうん、AirPods より、うん、あでもサイズ感というか、うん、持った感は似てるね。似てるよね、AirPods と同じぐらい、うん、AirPods より一回りちっちゃいかな、うん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 、まあ、今これ剣咲いちゃってるからね、そうだね、あれなんだけど、はい、でこれクレジットカードというかカードの大きさなんだけど、うん、それはねここのサイズが同じぐらい、あほらめっちゃこのサイズやんそうそうそう、カードのサイズっていう感じです。感じかな、コンパクトだよ ね、 ね、うん、持ち運びとかにもいいと思います。これもまたさ、うん、ジンベエ の、 あのちっちゃなポーチに入れてここに、ね、探検できるんじゃない、ここにここに全然スポって入るんで、はい、確かにここに入ればね本当にあちっちゃいなってコンパクトだなって思います。私もそれとこれと、うん、確かにあとちっちゃいケーブルだけでだけでもやってけます あなたあと電気があれば電気発電すればあのどこでもやってけますので、はいはい、ということで今回は私たちの新商品のお知らせご紹介でした。いろいろねあのこだわりポイントが詰まってるんですけど、はい、価格としてもめちゃくちゃ安いです、はいはい、頑張りましたよね。頑張りました。同じ製品でこう4000円近くとかの商品もある中で、うんうん、うちの商品はなんと、はい、なんと2980円です。すごいな。いや 頑張りました、ありがとうございます、はい、いやこちらこそですでさらに、はい、今ですね新商品発表企画として、うん、タイムセールをやってます。おやばい、お買い得なやつ、はいはい、あの私が適当に数字入れて、うん、しまった金額になってます間違えた金額になってますぜひ皆さん Amazon の、 あの URL からちょっと飛んでみてください、はいはい、あの今だけ、はい、あの2500円になってます。いややば、超安い。普通に個人的に私買うわ、はい、そうめっちゃ上司の上司に怒られそうなんだが内緒でやってるわそれそう、はい、ぐらい、まあ、ちょっと一度ね、はい、皆さんにお手に取っていただいて、うん、クレポンとアンナが自信を持って作った商品ですので、ぜひともね使ってみてほしいです。そうだね、実際にあの感想はね個人的には欲しいよね。欲しいね、はい、これね何個あってもね充電だったっていいとは思うんだけど、うん、で今世の中にたくさん出てるから、ね、なんか選びづらいよね、うんうん、どれがいいんだろうみたいなになりがちだと思うんだけど、うんうん、それやろっか今度企画で。いいね、いろんな充電器を集めて、はいはい、で、まあ、どういう特徴があるかとか、うんうんうん、やってみよう、やろう、うん、ということで決まりました、はい、次回の企画充電アタプタ特集、はい、やりますこんな感じで、はい、私たちのいろんな商品も作ってます。今後もこういった商品の、ご紹介だったりとか、まあ、他の、ね、他社さんの商品ももちろんなんですけど、ご紹介していきますので、ぜひ気になった方はチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします、はい、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。